俺には最愛の妻がいる。最近は残業続きで夫婦の時間が作れなかったから、定時で仕事が終わった今日は彼女のためにケーキを買って帰るんだ。そして次の休みには旅行にでも誘ってみる予定だ。気分を上げて家に帰ると、妻からはとんでもない告白をされる。実は子供ができたの。だから別れてほしい。あまりの突然の出来事だったが、妻の意志は固く家を出て行った。しかもその子供の親は俺のよく知る人物だったのだ。絶望のどん底に落とされた俺は、彼女と不倫相手への復讐を企てるのだった。これであなたとは敵同士ね。覚悟しなさい、サトシさん。俺の名前は稲垣敦史。今年で30歳になる。2年前に妻の美和と結婚した。彼女との出会いは職場で、部署は違ったものの同じ会社に勤務していた。俺は社内の廊下やエレベーターで美和とすれ違うたびに綺麗な人だなと見とれていた。同僚を通じて彼女を紹介してもらった時は、心の中でガッツポーズをするほど嬉しかった。今までずっと美和と話す機会を狙っていた俺は、この絶好のチャンスを逃さないように努力した。彼女が勧めてくれた映画は全部見たし、小説もすべて読破した。何としてでも彼女との距離を縮めたいという気持ちが、俺を少しずつ前進させ、ついに努力が実ったのだ。結婚後の美和は本人の希望もあって専業主婦をしていた。俺自身も家庭に入って家を守ってもらえることを嬉しく思った。美和は料理教室や華道教室に通い、友人とランチをしながら過ごすという悠々自適な生活を送っていた。そして結婚して2年が過ぎると、実家からは孫の顔が見たいと煽られるようになってきた。しかしそんなある日のこと、事件が発生した。残業続きの繁忙期も一段落し、久しぶりに定時に退社した俺は、美和の好きなケーキを買うことにした。次の連休には、二人で旅行にでも出かけようかと、駅の近くにある旅行会社からパンフレットをもらい、夕飯の支度をしなくてもいいように出前の注文もした。ただいま、今日は早く帰ってきたよ。俺は玄関で靴を脱ぎながら彼女に話しかけると、廊下の奥から美和が慌てて走ってきた。珍しく早く帰ってきたことに驚いているようだった。出前を頼んだことを説明しながら美和にケーキを手渡した。しかし美和の様子がどこかおかしい。どうした？何かあった？スーツの上着を渡しながら尋ねると、神妙な面持ちをしながら美和は小さくうなずいた。俺と美和はリビングのソファーに座ると、彼女から信じられないことを言われた。実は子供ができたの。だから別れてほしい。鈍器で殴られたような衝撃が走った。まさか美和に子供ができたなんて。それと同時に別れを告げられるだなんて。美和と結婚してすぐにでも子供が欲しかった俺に、まだ早いからと説得してきたのは美和の方だった。しばらくの間は二人で新婚生活を楽しみたいと言われ、美和の気持ちを尊重すべくそうしようと思った。俺はこの2年間彼女との約束を守ったのに、子供ができたとはどういうことなのだろうか。子供のためにも離婚してほしいの。表情を変えることなく俺を見つめる。俺の回答がどうであろうと、彼女の離婚への意志は固まっているようだった。ここにサインしてほしい。この子のために離婚して。そう言って、俺の目の前に書類を広げた。そこには、すでに美和の名前が書いてあり、証人の欄には彼女の両親の名前が記入されていた。両親にはもう相談済みだったということか。わからないこととすれば、子供の父親は誰なのか。あまりにも突然すぎる出来事に、怒りや悲しみの感情は追いつかず、妙に冷静になっていた。本気で言ってるのか？
俺の質問に美和は力強くうなずいた。仕方なく自分の名前を記入すると、その離婚届を大事そうに折りたたみすぐにしまった。そしてすでにまとめていた大量の荷物を持って家を出て行こうとする。美和に対する言葉が何も出てこない。結局彼女は俺の方を振り返ることもなく出て行った。その晩は一人で酒を飲み続け、リビングで酔いつぶれてそのまま眠ってしまった。そのせいで俺は風邪をひいたようで、翌朝二日酔いとは違った頭痛と寒気に襲われた。俺はすぐに仕事を休むと連絡を入れた。そして昨晩の出来事が夢だったのではないかと思ったが、リビングのテーブルの上には空っぽの酒瓶と一本のボールペンが転がっていた。やはり夢ではなく、美和は確かにこの家を出て行ったのだ。改めてこの現実を突きつけられた俺はひどく胸が痛んだ。あんなに愛していた美和のことが今では憎く思える。なんとか不倫相手を探すことはできないだろうか。俺はそう思い、美和が残していった荷物を一つずつ漁った。独身時代に俺がプレゼントした指輪やブレスレットはアクセサリーケースの中に残っていた。そしてなんと結婚指輪はゴミ箱の中から出てきたのだ。結婚指輪をゴミ箱に捨てるなんて、美和はどんな心境だったのだろう。俺は一日かけて不倫相手の手がかりを探したが、特に何も見つからなかった。納得のいかなかった俺は、自分の気が済むまで荷物を全部確認した。そんな中で体調が良い方向に向かうはずもなく、俺は一週間も職場を休むことになった。そして、なんとか体調を整え、久しぶりに会社に出勤すると、なぜか俺の離婚のことが同僚たちに広まっていた。おお、稲垣、体調は良くなったか？離婚ごときで体調崩すなんて、お前もまだまだだな。直属の上司の浜野さとしは、ニヤニヤしながら言った。こうやって、いつも俺に絡んでくる上司で、どうしても好きになれない人間だった。そして俺は、ふとあることに気がついた。浜野さんは今離婚と言った。そういえば、美和が結婚する前、浜野さんと美和は同じ部署だったはず。ん？離婚するときに美和から聞かなかったの？本当のことを知るのが怖くて聞けなかったか。笑いながら煽ってくる浜野さんの言葉で、点と点がつながった。もしかして、美和の中にいる子供の父親って、浜野さんですか？真剣な表情で尋ねる俺に、そうだけど、それがどうした？とにやけた表情のまま、俺のことをバカにしてきた。そして、俺が気がついた時には、デスクの上は散らばり、浜野さんは床に倒れていた。俺の拳はじんじんと熱くなり、鈍い痛みを感じた。すぐに人が集まってきて、俺は羽交い締めにされた。それでも浜野さんは笑ったままだった。俺が手を出すように仕向けた浜野さんの罠だったようだ。浜野さんは、この会社の創始者の孫にあたる人物で、俺はそんな重役候補を殴り飛ばしてしまったのだ。当然俺は自宅謹慎を命じられ、その後すぐに解雇処分となった。俺は、嫁に捨てられただけでなく、その不倫相手にはめられ、職まで失ったのだ。それでもこの先、生活をしていくためには仕事を見つけないといけない。頭では分かっていても、行動が追いつかなかった。ある程度の貯金があったのがせめてもの救いで、俺はコツコツ貯めていた貯金を切り崩し、なんとか生活をしていた。それから一ヶ月ほど経った頃、突然家のインターホンが鳴った。俺はイルスを使い、無視をしていると、30分後にまたインターホンが鳴った。どうせ何かの勧誘だろうと思い、俺はイルスを続けていた。しかし、1時間後にまた家のインターホンが鳴る。いい加減にしろ。
とイライラしながら玄関のドアを開けると、そこには見知らぬ女性が立っていた。直立不動のその女性は、ただ俺を見つめている。どちら様ですか？女性は動じることなく、俺に尋ねてきた。あの女の元旦那があなたでしょ？想像もしていないことを言われ、心臓が止まりそうだった。つまりこの人は浜野さんの奥さんか。そしてあの女とは美和のことだろう。状況を察した俺は思わず下を向いてしまうと、女性は俺に深く頭を下げた。やはり彼女は浜野さんの奥さんで、浜野さなえと名乗った。とりあえず俺はさなえさんを家の中に入れたが、数日掃除もしていなかったため、とてもひどい状態だった。彼女はため息をつき、呆れた様子でゴミを集め始めた。掃除は自分でしますよ。こんな散らかっていたら、まともな話もできないわ。私が片付けるので、その辺に座っていてください。自分の家だというのに、ペースを握られ、俺はおとなしくソファーに座った。手際よく片付ける彼女を、ただただ見ていると、顔くらい洗ってきてはどうですか？俺はびくっと驚き、急いで洗面所に向かった。鏡越しに久しぶりに自分を見ると、髪は寝癖でボサボサ、髭も伸びきっている状態で、まるで別人のようだった。ゾッとした俺はすぐに顔を洗い、髭を剃った。髪も洗い整えると、ようやく人間に戻った気持ちになった。そして、再びリビングに戻ると、掃除は完了していて、まとめられたゴミ袋は廊下に出されていた。少しキッチンを使わせていただきました。そう言うと、彼女は俺にお茶を差し出した。こうなると、もはやどちらの家かわからなくなってきた。ありがとうございます。なんだか人間に戻れた気分です。そんな意味不明なことを言うと、さなえさんは少しだけ笑った。しかし、あっという間にその笑みは消え。私は子供ができたからという理由で、夫から離婚してほしいと言われました。彼女は突然本題に入ったのだ。僕も妻から同じことを言われました。そしてすでに離婚もしています。すると早苗さんは一つため息をつき、これまでの経緯を話し出した。浜野さんの浮気は今回が初めてではないという。前回浮気が発覚した時は、お金で解決をしたというのだが、その浮気相手も美和だったらしい。美和は手切れ金を受け取った直後に俺と結婚した。浜野さんとの関係が終わった証拠に結婚したと報告までされたそうだ。早苗さんは今回もお金で解決しようと試みたが、美和は動じないという。彼女の口調から何としてでも浜野さんから美和を切り離したいという強い意志を感じた。大体のことは分かったんですけど、早苗さんはこの先も浜野さんと一緒にいたいんですか？2回も同じ女と浮気し、挙句の果てにはその浮気相手と子供まで作った男にこだわる必要があるのだろうか。しかし、俺からの質問に早苗さんは少し驚いた表情をした。彼女の中には離婚という選択肢はなかったらしい。もしかしてこの先も浜野さんと一緒にいれると思っています？なんだか性格の悪そうな質問をしてしまったが、彼女の反応や返事が気になった俺はつい尋ねてしまった。すると彼女はふっと笑い、そりゃ私たちは夫婦ですから。こんな状況なのにかなりの自信を感じた。結局この日早苗さんには帰ってもらい、後日改めて話し合うことにした。そしてその翌日のこと、今度は家に浜野さんが訪ねてきた。昨日俺に会ったことを早苗さんから聞いたようだった。俺は仕方なく浜野さんをリビングに通すと、リビングを見渡し、いつもの嫌な笑みを見せた。どうかしましたか？これ早苗が片付けただろ？自信満々に言ってのける。
片付け方に彼女の特徴が出ていたらしい。早く本題に入って欲しかった俺は、何をしに来たのか要件を尋ねた。すると浜野さんは、俺に頼みがあると言ってきた。なんとその頼みとは、早苗さんが離婚する方向に説得してほしいとのことだった。俺は呆れて何も言えなかった。浜野さんは子供好きで、跡取りのことも考えているらしいが、早苗さんは子供ができない体だという。そんな中、美和の妊娠が発覚し、彼にとっては絶好の機会なのだ。説得してくれたら報酬を支払うと言って、分厚い封筒をテーブルに置いた。俺はどうしても子供が欲しいんだよ。でも、あいつじゃ無理だからさ。俺は我慢の限界に達し、浜野さんの胸ぐらをつかんだが、浜野さんはにやりと笑っていた。俺は二回も殴らないと思っているのだろうか。馬鹿にされているように感じた俺は、拳を振り上げると。そんな男、殴る価値がありますか？早苗さんは浜野さんの後をつけてきたらしい。俺は冷静になり、拳を下ろした。どうしても子供が欲しいのね。浜野さんは黙ってうなずくと、早苗さんはカバンの中から離婚届を取り出し、浜野さんに差し出した。これで満足かしら？そう言いながら微笑む早苗さんは、とても美しかった。彼女は何もかもを許す天使のようにも見え、地獄へ突き落とす悪魔のようにも見えた。ありがとう。それだけ言い残し、すぐに家を出て行った。これであなたとは敵同士ね。覚悟しなさい、サトシさん。浜野さんは彼女の言葉を背中で聞き、手を振った。彼女の宣戦布告を受け取ったようだ。さあ、反撃開始です。こうして俺と早苗さんは、それぞれが浜野さんと美和に慰謝料を請求した。お金には困っていない相手だから、どれだけ請求しても払ってくるだろう。こんな仕返しはほんの序の口だと思っていたが、すぐに美和は泣きついてきた。浜野さんは自分が請求された慰謝料は支払うが、美和が請求されている慰謝料は支払う気がないらしい。まだ結婚していないことを考えると妥当な判断だが、それ以外にも理由はありそうだった。数日後、4人での話し合いの席を設けると、浜野さんは美和が浮気をしたのは俺にも責任があることだと言い始めた。仕事に没頭しすぎて美和に寂しい思いをさせたのが浮気の原因だという。相変わらずごまかすのが上手ね。でも私には通用しないわ。そう言って早苗が取り出したのは、浜野さんの身辺調査の報告書だった。しかも依頼をしたのは浜野さんの両親だという。美和と浜野さんは俺が結婚する前からすでに関係を持っていて、美和は手切れ金を受け取り、一度は身を引いている。しかしそれは見せかけで、裏では関係は続いていたのだ。カモフラージュのため浜野さんは美和に俺と結婚をするように勧めた。確かに俺は仕事が好きで集中しすぎるところがある。二人にとってこんな鈍感な夫は好都合だった。しかも浜野さんと俺は同じ職場ということで、見張ることも容易だ。浜野さんの両親がお金をかけて調べ上げた報告書は、信じられないくらい正確なものだった。それを淡々と内容を読み上げる早苗さん、みるみるうちに浜野さんと美和の顔色は悪くなり、最初に耐えきれなくなったのは美和だった。お願い、もうやめて、と泣きながら暴れ始めた。あらあら、そんなに暴れると胎児に悪影響ですよ。やはりどんな状況になっても早苗さんが動じることはなく、ついに美和はその場で倒れてしまった。慌てて美和を抱きかかえた浜野さんに、早苗さんは微笑みながら、え？もう降参？それは残念だわね。きっと早苗さんは浜野さんのことを本気で愛していたのだと思った。愛情と憎しみは紙一重だ。
愛した分だけ憎しみも深くなる。浜野さんも今回の一件でそれを思い知らされたようだ。結局俺の出る隙もなく、早苗さんの独壇場で話し合いの席は幕を閉じた。そして慰謝料などの問題がすべて片付いた頃、俺は早苗さんをお茶に誘った。彼女は一人暮らしをしながら友人の会社で働いているという。私は子供を産むこともできない女ですから、ちゃんと自立しないと。早苗さんにあの時の恐ろしさや勢いは全く感じなかった。自立するのは大切なことですけど、その理由はちょっと違うんじゃないですか。早苗さんは俺が初めて強く主張したことに驚いているようだった。そして彼女の指にはまだ結婚指輪がはめられていた。浜野さんのことをまだ忘れられていないということだ。俺は勇気を出して彼女に言った。俺ならそんなこと気にしないです。不思議そうな顔で俺を見る早苗さん。俺は大きな深呼吸をして、俺、早苗さんの彼氏に立候補します。だから次の仕事が決まるまで待っててくれませんか？俺は早苗さんに告白をした。同じ苦しみを味わってきた俺たちならきっとうまくいく。俺は絶対にあなたを傷つけたりしません。彼女は下を向き、ふっと笑った。私、結構めんどくさい女ですよ。そんなのとっくに知っていますよ。俺は彼女にそっと手を伸ばすと、ちょっと待って。すると彼女は薬指の指輪を外し、俺の手にそっと触れてきた。一度は辛い目にあったが、それがきっかけで運命の人に出会えた。十分に悲しい思いをした分、俺はこの人をずっと守っていくと決めた。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。